黒田清隆は、日本の幕末の武士、明治時代の陸軍軍人、政治家。1888年から1889年にかけて、第二大内閣総理大臣を務めた。陸軍軍人としての階級は、陸軍中将。英典は、十一大軍隠伯爵。通称は、中太郎、良介。薩摩藩士として、 幕末に、薩長同盟のため奔走し、明治元年から明治2年の母親戦争に際しては、北越から省内までの北陸戦線と、函館戦争で新政府軍の参謀として、指揮を取った。開拓時間、後に開拓長官として、明治3年から明治5年まで北海道の開拓を、指揮した。開拓史のトップを兼任しつつ、政府首脳として、東京にあり、 明治9年に日朝修航条記を締結し、同10年の西南戦争では、熊本城の海囲いに功を立てた。翌年に、大久保利市道が暗殺されると、薩摩罰の重鎮となった。しかし、開拓誌の廃止直前に開拓誌勧誘物、払い下げ事件を起こして死断された。明治21年4月から、内閣総理大臣、 在任中に大日本帝国憲法の発布があったが、条約交渉に失敗して、翌年辞任した。その後元老となり、数密顧問官、定審大臣、数密院議長を歴任した。1900年に死亡したため、19世紀に亡くなった、唯一の内閣総理大臣である。天保11年に、薩摩国鹿児島城下、新屋敷通り町で、薩摩藩士。 黒田中佐右衛門の清行の長男として生まれた。黒田家は、過労わずか四国の下級武士だった。なお、明治期に死者区になった、黒田清綱の家と同族であるが、桃園であるという。幕臣、江川英竜に学び、長寺手法手になった。文久二年六月の生麦事件には、随行の一人として居合わせたが、 自らは武器を振るわず、抜刀しようとした人を止めたという。なお、黒田自身は次元流門下でも、有数の使い手で、後年僧家の統合獣勇より改伝を受けている。文久三年、撮影戦争に参加した後、江戸で法術を学び、改伝を受けた。慶応二年の薩長同盟に際しては、名役の前に、薩摩川の使者として、 長州で同盟を解き、大阪で、西郷吉之助と、桂小五郎の対面を実現させた後、再び長州に使者として赴いた。榎本竹明助命弾丸のため提発した、黒田慶応四年の戸場伏見の戦いでは、薩摩藩の小獣第一隊長として戦った。同年三月、北陸道沈部総督。 高倉久志の参謀に、山形有友と共に任命され、芸派戦争に勝利した。北越戦争に際しては、黒田は長岡藩を降伏させて、河合継之助を登用すべきと考え、河合に書簡を送ったが届かなかった。長岡城を占領した時、黒田は、カイロ新潟に出て、敵の背後を脅かし、 武器谷役の補給を立つ作戦を立て、山形に新政府軍主力を預けて、自らは松ヶ崎に上陸した。この時長岡城が野襲され、新政府軍主力は一時改装したが、黒田は柴田藩を下し、新潟を占領して、初期の目標を達した。越後の戦闘が決してから、黒田は秋田に上陸して、庄内藩を背後から攻略する作戦を立てた。 ここに、西郷が合流して、秋田藩兵への疲弊を告げ、米沢を先に攻めるよう変更した。西郷と黒田は、寛大策を持って臨み、米沢藩と省内藩を基準させた。9月27日に、省内の鶴岡城を接収してこの方面の戦闘を終わらせた。一旦鹿児島に帰り、翌明治2年1月に、軍務官出資に任命された。 箱館戦争が始まると、黒田は2月に、清水谷近なる中将の参謀を命じられ、3月に、東京を出港した。途中、宮古湾停泊中に、宮古湾海戦に再開した。4月9日に上陸した、山田明義に続き、黒田も19日に、江差市に上陸して、旧幕府軍との最後の戦いの葬式を取った。 5月に、旧幕府軍が函館に追い詰められたのを見て、除名のための内部工作を手配した。11日の函館総攻撃では、自ら少数の兵を率いて、背後の函館山を占領し、敵を五稜郭に追い込んだ。江本武明に降伏を進め、17日に下した。戦後は、江本除名を強く要求して、 原罰を求める者と長い間対立し、榎本のために、丸坊主に停発したこともある。榎本問題は、明治5年1月6日にようやく、榎本らを禁止、その他は釈放として決着した。戦後間もなく、明治2年11月22日に、黒田は、中山清と結婚した。カラフトでのロシアの圧力が増したため、明治3年5月に、 カラフト1000人の開拓時間となった。7月からカラフトに赴き、現地のロシア管理との関係を調整し、北海道を視察して帰京した。10月20日に県議して、カラフトは3年も保たないとし、北海道の開拓に本腰を入れなければならないと、論じた。明治4年1月から5月まで、アメリカが主国とヨーロッパ諸国を旅行した。 旅行中、米国のノーム長官、ホーレス・ケプロンが黒田にあって顧問に赴くことを承諾し、た多数の、親とい外国人の創生成の道を開いた。帰国後、10月15日に開拓長官東、久瀬道富が辞任した後は、時間のまま開拓市の頂点に立った。明治7年6月23日、陸軍中将となり、北海道屯田憲兵,兵事務総理を命じられた。 同年8月2日、参議県開拓長官となった。黒田は、江ノ本ら函館で降った、急爆心を開拓市に登用した。黒田は、ケプロンの検索に基づき基盤整備事業を起こしたが、たちまち支出超過を招いた。これに苦慮した黒田は、明治6年に事業を縮小し、速効性を求めて、産業振興に重点を移した。 明治6年の政官論に際して、黒田は内事重視の立場から最後オラに反対した。明治7年の台湾出兵に際しても、ロシアの脅威を挙げて、不可の立場を取り、出兵後には、新国との全面戦争を避けるため速やかに、外交交渉に入ることを唱えた。この年、ロシアとの交渉にあたって、黒田は、榎本竹明を施設に推薦して入れられ。 江本が特命全権行使として、カラフト、千島交換条約の交渉と締結に当たった。黒田の方は、明治8年の高下党事件をきっかけに、同9年2月に朝鮮と交渉する、全権便利大臣となり、日朝就航条記を締結した。カラフトと千島は開拓市の管轄であるから、受理と明け渡しは、黒田の職務であった。この時黒田は、 カラフトアイヌを北海道に強制移住させた。札幌本庁を預かっていた松本重郎は強制移住に反対して自民した。明治10年に西南戦争が起きると黒田は2月に海路鹿児島に至ってここを確保し一旦長崎に引き上げた。3月14日に聖闘三軍に任命された。この時熊本城は包囲され北から来る。 山形有友の主力軍が開花濃戦に苦戦していた。黒田は敵の背後をつくため八代付近に上陸し、3月30日から交戦を始め、前進を続けて4月15日に熊本城に入った。翌16日、山形と合流した当日に自らの辞任を来い、23日に辞令を受け取った。開拓市で黒田が育てた屯田兵は、 入れ替わりに戦線に到着し、以後の戦闘で活躍した。明治11年3月28日、肺を患っていた妻の清が死んだ。ところが酒に酔って帰った黒田が、出迎えが遅いと逆上し妻を殺したのだという記事が、新聞に載った。黒田は辞表を提出したが、大久保利道の説得でこれを撤回した。 岩倉智美の秘書の覚書によると、伊藤博文と、大隈重信が法に則っとった処罰を主張したのに、対して、大久保は、黒田は、そのようなことをする人間でないと保証すると述べ自身の、副審である、大慶氏の河路と潮氏に調査を命じた。河路は意志を伴って、真の墓を開け、棺桶に身を乗り出して、中を確認したのみでこれを病死であると結論づけた。 黒田は、この頃より酒が過ぎることが多く、酔って、土器を発することがあった。開拓長官時代にも商船に乗船した際に、酒に酔って、船に設置されていた大砲で、面白半分に岩礁を射撃しようとして誤射し、住民を殺害したことがあり、これは、示談金を払って解決した。同年5月に、大久保が暗殺されると、黒田は、 薩摩藩イ反の最有力者と見られるようになった。明治14年に開拓市の廃止方針が固まると、黒田は開拓市の官営事業の継続のため、管理を退職させて、企業を起こし、これに、官営事業の設備を払い下げる計画を立てた。この時事業が赤字であったことを理由に、非常な安値をつけた。黒田は、事業には、尻で動かない。 管理出身者を当てるべきだとして、遊具を弁護したが、払い下げの規則を作った、大隈重信が反対した。黒田の払い下げ計画が、新聞報道されると、在野はこれを、薩摩出身の聖書、五代、友厚の企みによるものだとして、激しく非難した。大隈が情報を流したせいだと考えた、伊藤、黒田ら殺懲罰は、 明治14年の政変で大熊を失脚させた。しかし払い下げは中止になり、黒田は開拓長官を辞めて内閣顧問の官職に退いた。また、この4年後の明治18年、晩年の五代は黒田と酒を交わした直後に容体が急変し、10日もたたのうちに死去している。終文と義国事件は後々まで世人に記憶され、 黒田の名声を傷つけた。しかし、薩摩罰の重鎮たることは変わらず、明治20年に第一次、伊藤内閣の農商務大臣となり、伊藤の後を受けて、同21年4月に、第二大内閣総理大臣となった。在任中最も大きな事件は、大日本帝国憲法の発布であったが、黒田自身は、憲法制定に深く関与しなかった。 この憲法交付の翌日、六名間において、政府は、議会、政党の意思に制約されることなく、独自性を貫くべきとする主張、いわゆる朝鮮主義を表明する、朝鮮主義演説を行っている。黒田内閣は、大隈重信が主導した、不平等条約改正交渉の失敗によって、大隈が襲撃され、翌明治22年10月に倒れた。 改正の条件に外国人の裁判官を置くという別の不平等を持ってきたことが国内の反対を受けたのである。なお、この時に条約改正案に反対した井上薫への鬱積から酒に酔ったまま井上邸内に忍び込むという事件12月15日夜を起こして政府内から非難を浴びて謹慎している。首相辞任後、黒田は 数密顧問官になった。明治25年8月8日、第二次、伊藤内閣の定身大臣になった。伊藤内閣の下で、日清戦争が起こったが、特に活躍することなく、明治28年に、数密院議長となった。明治26年から、体の不調が募り、仕事に支障をきたすことが多くなった。明治33年8月23日、 脳出血のため皇居去年59。葬儀委員長は、江本武明であった。薩摩閥の重鎮とはいえ、終分と義獄事件で晩年は浮いた存在となり、同郷の人々は離れていった。代わって、旧幕臣との付き合いが濃密となり、特に外交分野などでは、江本武明を徴用するようになった。黒田の死に際し、江本が、 葬儀委員長を務めたのも、薩摩の人々が黒田を敬遠したためとも言われている。5歳の黒田滝小妻の清は、旗本の中山勝茂の長女で、1869年、黒田が29歳の時に、数え年16で腰入れした。真の生んだ長男と長女はいずれも溶接しており、黒田は1868年生まれの真の妹、桃子を養女にしている。 桃子は成人後に、陸軍軍人である、黒木為元に突いだ。1878年3月、清は24歳で肺の病により亡くなるが、その死に際しては黒田が殺害したなどと、だんだん陳文という新聞に書かれた。その後、黒田は41歳で、在木省、丸山伝右衛門の娘、滝子と再婚。娘の梅子。 武子と獅子の清中を授かり、梅子は後に、江本竹明の長男、竹則と、竹子は、伊地知貞の孫、定一と結婚している。清高の死後、この黒田清中が借位を執着したが、三十二歳で死去した。生来病弱で、独身だった清中には、着死がなかったため、黒木ため元の三男にあたる黒木清を養子子として、迎えた。 黒田清隆は、伊藤博文など、他の総理大臣経験者に比較すると、政策立案能力の点では劣っていたが、他に追随を許さない、独特の人心掌握力を持った人物であった。度量が広く、明治14年の政変で対立した、大隈重信の入閣交渉や自由民権運動のリーダーであった、後藤昇次郎の丸め込み工作など、 フェイスとフェイスの説得交渉では卓越した能力を発揮した。必要があれば、相手がたとえ性的であっても、懸命に説得し、最終的には、協力を約束させられる、優れた、調整能力の持ち主であった。一方、愚直で頑固な抗骨感という面を併せ持っており、開拓士勧誘物払い下げ事件でも自らの意志を曲げることなく、結局辞任に追い込まれた。 平勢はその手腕を買われていた、黒田だが、一度酒を飲むと必ず大暴れする手乱であったと言われている。前述のようによって、大砲を誤射して死亡者を出したほか、最初の妻を切り殺した疑いもかけられた。また、主席で暴れ武術家としても知られていた、木戸高義に取り押さえられ、毛布でくるまれた上紐で縛られて、すまきのまま自宅へ送り返された。 以来、喜怒が来たというとおとなしくなったという。ありがとうございます。